はい、えー、こんにちは。えそれではですね、え昨日、損保、大手3社ですね、え決算が出ましたので、その後の動きということで、えちょっと3社まとめてみていこうかなと思います。え結構ですね、え動きとしてはですね、えチまちまちという形だったんですけども、一番良くなかったのが損保ですね、えこちらの方が190円マイナス、まぁ、6%安となってますので、結構大きく売り込まれております。 えー、ニュースとしましては、今期現役予想をネガティブ視した売りに押されるというような形になっておりまして、まあ、自社株買いとかもですね、この発行済み総数の4.4%、えー、やっていますし、あと増配ですね、えー、こちらの方も年間配当は100円と。 いうことで、まあ、実質増配と。まあ、分割してますからね。えー、今度は増配ということになるわけなんで。まあ、還元としてはですね、えー、ある程度規定路線通りなのかなという感じはするんですけども、やっぱり現役の予想っていうところは良くないと。で、えっ、ー、と、まあ、こちら損保に関してはですね、まあ、コンセナスも現役では来てたんで、まあ、ちょっと僕的にも一番三者の中では微妙とは思っていたんですが、それよりもかなりた ブレするような会社予想ですね。こちらがコンセンサスで、この水色のが会社予想の段で、ちょっとね、小さくて見にくいかもしれないですが、 ま、形状でいきますと、コンセナス4300億のところが3200億できてますので、やっぱ結構弱く見えてしまったというのは、やっぱりあるんじゃないかなというふうには思います。まあ、そういった意味で、え、ちょっと今回ですね、結構下げられているというところですね。それから、あまあ、反応として良かったのは東京会場ですね。え、プラス116円、プラス2.34%。こちらもですね、コンセナス上振れの決算、それから政策株式の売却方針ということで、まあ、これは損保3社全部に言えることではあるんですけど、ね、 ねえ、政策株式の売却っていうのを2029年度末までにゼロにするということで売却方針。まあ、ということはですね、えー、まあキャッシュができますので、まあ、それが還元に当てられるんじゃないかっていう思惑っていうのは十分働いてくるということですね。えー、プラス1000億円上限とする自社株買い、自己株買いもありますし、当然配当金の増配というところも来てますね。はい。ここのところは普通にポジティブに捉えたんじゃないかなと思います。コンセンサスと比べてみますと、 はい、こちらですね、えー、9811億のところをですね、えー、ここのところですね、えー、1兆というような形で、えー、かなりですね、えー、強気で予想を出してきていますね、形状のところですね。はい、ここのところもですね、えー、非常に交換をされているんじゃないかなというふうに思いますと。うん はい。それからですね、一番反応良かったのが MS&AD ですね。プラス381円。まあこれ、日経がね、今日最後下げていったので、それでも弱い、弱くな、最後ね、売られた方かなとは思うんですけども、プラス13.79%という形になっております、えー。まあこれはもう完璧というような決算。まあ見間違うほどのですね、非常に良い,い決算と還元策だと思いますけども、配当に関してはですね、61.1%の増配ですね。年間配当 270円,円ということでまあ今期は円、まあ、これ、あのー、分割してますんで、3分割しているので、145円ということ。それから、えー、発行済み株数に対して約8%ぐらいでしたかなあ。そのぐらいの自社株買いっていうところ。プラス、やっぱりですね、還元だけじゃなくて、今期の見通しがまあ強い強いということで、6100億で、えー、最終益ですね、出してきているということですね。で、これ、どのぐらい強いかということなんですけども、 はい。こちらで見ていきますと、えー、コンセンサスのところですね、えー、5991億っていう形でコンセンサス出てたんですけども、それはまる形状のところで8710億。で、えー、当期利益のところも4153億のコンセンサスに対して6100億ってことなので、だいぶ強いのを出してきている。まあ、それでこその強い還元策っていうのはも,もちろんあると思うんですけども、これは株がぶっ飛ぶよねというような内容だったかなというふうに思います。 で、配当のところですね、結果見ていきますと、今日の割値ベースで、MS、メスアンドでは4.6%ということなんで、まあ3社比べたときに、ここは圧倒的かなというところですね。で、次が、損保ですね、3.81%、東京会場は3.13%というふうになっているので、ここもですね、一つ頭抜けたかなという感じがします。 はい。ということで、まあ、さらっとですね、今回の決算と関係内容を見ていたんですけども、まあ、チャートでというところでも、ちょっと見ていこうかなというふうには思いますが、まずですね、ちょっと今の損保から行きましょうか。そしたらね。えっ、ー、と、損保のところで行きますと、今日はですね、このような感じで、上髭の陰線で確定をしています。これ、冷足で今出していますけど、まあ、この三角持ち合いの形っていうのは冷足で作っていました。安いのはどんどん切り上げる感じだったので、まあ、決算待ちかなというと ここではあったんですけども分割後もですねそんなに売り込まれることなく県庁、まあ、にです、ね、動いていたかなと思うんですがまあ、この持ち合いを1回下にですねやっぱ抜ける動きになったことでちょっと売りが出やすくはなってしまうのかなというふうに思います ま、加えて今日の足型見ても、ちょっと今日売りが止まらないなという感じ。はやっぱり日系が最後ね、5番下がっていったので、これいた仕方ない形にはなったと思うんですけれども、ま、それにしても、ちょっと買いづらい形ではありますので、まだ寝転がりというところは抑えた方がいいだろうと思います。 で一応、買いのラインとしましては、出来た方はのところで行きますと、2900円ラインですね。えー、この辺のところっていうのは、一つ反発が期待できるラインではあるかなと思いますが、ちょっとここを下に抜けてしまうと、しばらくですね、この反発っぽいラインっていうのが、まあ、ありませんが、まあ、配当が結構支えるとは思いますので、まあ、落としても2700円台ぐらいまでかなというふうには、のこの辺のラインですね、えー。ふうには思っています。まあ、足方的には当然一番悪いという形になりますので、えー、ちょっと押し目買いも狙っていきたいところではあるんですけど、慎重にという足型になって なっておりますはい、えー、それから2つ目のところでいきますと東京会場のところですね。 はい。これは上に飛んだんですけども、まあ、結構な陰線になっているということで、えー、前回の安、えー、高値のところですね、この辺のところのサポートを今確認しに来るようなフェーズに来ているのかなと思います。でこれに関しては、まあ、日経のね、動き次第ではあるとは思うんですけども、このサポートを確認した後、反転というのは十分期待できるでしょうし、あとはこの窓を埋めてきてですね、下のこのネックラインのところですね、これが4900円ラインですけども、まあ、この辺のところっていうのはですね、積極的に買ってもいいんじゃないかなというふうには思います。 まあ今日の足型的にはですね、ちょっと、やっぱり売り込み方、えぇ、の売りっていうのが強かったようには見えるんですけども、またですね、初動に関しては売り込まれたけれども、また新しくですね、株主が入れ替わって、ここから上を目指すような投資家も結構出てくるんじゃないかなと思います。そしてここは上昇点のラインですね、これがずっと機能していますので、まあこちらもサポートとして機能するかなというふうには思っております。 はい。それから三つ目。まあ、一番反応が良かったのはアインエィーなわけですけども、えー、こちら、まあ、配当も支えるということでいきますと、現在ですね、3149円で引けているというような状況ですけども、この窓を埋めに来ることはなかなかないんじゃないかなというふうには思います。となると、これ2900円のところがね、回答5%ラインなので、まあ、よほど全体相場が崩れない限りはここまではすぐに来ないんじゃないかなと思いますので、今後一つ見るところとしては、この サポートラインですね。これをどこに置くのかっていうところをちょっと僕は見たいかなと思ってます。で、アイランドですね。アイランド形成のところが、例えば今ね、今日の安いのところで3100円がありますけども、まあ、この辺のラインでしっかりと足固めをするような、そういった動きっていうのが、例えばこういう風な感じで作られるんであれば、この辺からですね、また起点にしてですね。 上昇ののきっっかかけっていいうのは十分あるかなと思いますね今でも結構高配当の部類には入るとは思いますので、そんなにですね、下は気にすることなくポジションは追加していくのもありなのかなという感じはしております。 はい。ということで、えー、今日はですね、三者三様ということで、損、え、保、ー、三者のですね、えー、はあの、決算後のですね、動きっていうところを見ていきました。まあ僕の方針としては、基本的にはこの ML サンド E、やっぱり結構強気できている。しかも政策保有株に関しても、三者の中で一番多いということで、えー、このようなところもですね、売却後の還元策、今後も楽しみということで考えると、まあ今回でカタリスト別に終わりではないというふうには思いますので、まあ、引き続きおしめは、あおしめと ますか引き続き、押したところは狙っていくと。それから、あとは、東京会場ですね、MS&AD。AD まあ、こちらの方も、あ、東京会場と損保ですね。まあ、こちらの方も、えー、ちょっと損保の関心はちょっと弱いということで、どこまで下げるのかを下げ止まりを見,見るということですね。東京会場に関しては、押し目は全然狙っていいかなというふうに思いますので、まあ、引き続きいい、面白いセクターということで、引き続きですね、えー、ちょっとスイングベースで狙っていこうかなというふうに思っております。 はい。ということで、えー、皆さんはこの3社の中で今後も伸びそうなのはどの銘柄かなと思われるでしょうかよろしければコメント欄の方でお考えなど教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。